サウンドジュリアです。今日はですね、こちらのテレビのちょっといいバースピーカーと、それからエアパルス A100 を比べてみたいと思います。こちらのテレビはパナソニックの有機 ELTH55FZ1000 になります。こちらはかなり大きいバースピーカーがついておりまして、バースピーカーのない950というのとこちらの1000とあるんですが、価格差が5万円から10万円ぐらい違いますので、だいたい価格にして7万円ぐらいのスピーカーがついているという感じです。出力は 80W 出ます。ですからソニーの 2,3 万で買えるバースピーカーとはちょっと比べ物にならないぐらいの音質なんですが、こちらの A100 の方ですね、こちらは定価が8万8000円なんですが、だいたい実売が8万円、出力は、50W なんですけれど、かなりその音質差がありますので、今から YouTube とかを、光ケーブルでつないで視聴するんですけれど、まあ、テレビのスピーカーとそれからよく売れてる A100 と聞き比べていただいて、臨場感などの違いを、体験していただきたいと思います。じゃあちょっと始めます。こちらにですね、消音っていう文字がつきますときはエアパルス、それから、消音っていう文字がないときはこちらのテレビのスピーカーっていう感じでなりますので、よろしくお願いします。じゃあ始めます。まずは、エアパルスからですね。テレビに変えます。テレビに変えます。
テレビにします。ということで、結構ラジオっぽく聞こえるっていうのがバスピーカーの音に感じます。エアパルス、こちらは光ケーブルでつなげているんですけど、テレビですと48キロでつながっていると思いますが、これぐらいの音質の違いがありますので、まあ10万以下のスピーカーをつけてどうこうするということを考えるようでしたら、エアパルスを買われた方が、変な AV システムを買うよりはいいんじゃないかと思います。今日は以上です。